バフチサライ、クリミアタタール語、トルコ語、ベダソザザレイは、クリミア半島の都市。人口は33,800人。バフチサライとは、クリミアタタール語で、庭園の宮殿の意味。1532年から1783年まで、クリミア半国の首都であった。ビザンティン帝国時代、8世紀に作られたウスペンスキー修道院や、1532年に、 バフチサライが、クリミア半国の首都となるとともに、クリミア半国の君主サーヒブ一世ギレによって、建設された宮殿半サライが残る。宮殿は1736年に、ロシア軍によって破壊されたが、その後修復された。クリミア半国は1783年、ロシアに占領される。半サライには、クリミア半国の最後の半、バハディル二世ギレが妻マリアと、 愛称、ザレマを忍んで作らせた、噴水、涙の泉がある。二人を亡くしたギレは、石にも涙を流させようと命じたという。プーシキンはこの噴水に台を取り、し、バフチサライの泉を読んだ。また、バフチサライは、ロシア帝国内のトュルク系ムスリムの地位向上を目指す、文化運動であるジャディード運動が始まった町でもある。1884年、 バフチサライの元市長であったクリミアタタール人のイスマイル・ガスプリンスキーによって西洋式のカリキュラムをクリミアタタール語で教授する小学校がバフチサライに開設された。この小学校は新方式と呼ばれジャディード運動の語源となった。ガスプリンスキーはその後も新聞テルジュマン紙の発行などの活動を精力的に行いバフチサライでクリミアタタール人による 盛んな言論活動が行われることとなった。第二次世界大戦中の1944年、スターリンによってクリミアタタール人が中央アジアのフェルガナ盆地などに追放させられたため、バフチサライのクリミアタタール人人口は皆無となった。ソ連時代末期に帰還が認められると、バフチサライでも多くのクリミアタタール人が移住先から帰還するようになり、 現在では再び人口の一定数を占めるようになった反面、ウクライナ人やロシア人との共存をどう図るかが大きな課題となっている。ありがとうございます。